皆さんお疲れ様です。今日も一緒に頑張りましょう。レッツワークアウト。今回は一緒に太い腕を作っていきましょう。ポイントはやや背中を丸めて肘を伸ばし切っていきましょう。やっていきましょう。腕に効かせる場合は肘をちゃんと伸ばし切っていきましょう。今回は胸ではなく腕に効かせたいため、やや背中を丸めた状態で行っていきましょう。肘を伸ばし切った時に二の腕と言われる上腕三頭筋に効いていれば大丈夫です。休憩です。続いては素早く2回連続して行っていきましょう。頑張っていきましょう。この種目では素早く2回連続地面を押していきましょう。この種目でも肘を伸ばし切ることを忘れずに頑張っていきましょう。残り5秒。休憩です。続いては手で三角形を作って肘を伸ばし切っていきましょう。この種目は上腕三頭筋に最も効いてくる種目になります。肘を痛めやすい方は肘の角度は自分で調整してみて大丈夫です。きちんと肘を伸ばし切って上腕三頭筋に効かせていきましょう。休憩です。続いては体を床にベタ付けにした状態から地面を勢いよく押していきましょう。この種目では一度床に体をベタ付けにして、その状態から勢いよく肘を伸ばし切っていきましょう。昨日よりかっこいい自分を目指して一緒に頑張りましょう。残り5秒。休憩です。こっからは後半戦です。続いては小指側を内側にひねることで収縮させていきましょう。ここからは2種目連続で上腕二頭筋、力こぶと言われる場所を鍛えていきます。小指側を内側にひねるようにして上腕二頭筋に刺激を入れていきましょう。肘の位置は固定して行っていきましょう。上腕二頭筋をギュッとするような意識でやっていきましょう。もう少し頑張って。休憩です。続いては反対側です。曲げる手と押さえる手ともに意識して行っていきましょう。曲げる手は小指を内側にひねる、そして肘を固定、押さえる側もしっかり負荷が逃げないように押さえていきましょう。かっこいい太い腕を目指して、そして引き締まった腕を目指して一緒に頑張りましょう。もう残りの種目も少なくなってきましたので、一緒にゴールに向かって頑張っていこう。休憩です。続いては手を頭のやや上に置いて肘を伸ばしていきましょう。頭から足まで一直線の状態、プランクの姿勢から肘を伸ばし切っていきましょう。手の位置はやや頭の上に置いた方が上腕三頭筋に効いてきますので、意識して頑張っていきましょう。次がラストの種目になりますので、一緒に頑張っていこう。ラストは肘を伸ばしきらないでバウンドしていきます。これがラストになりますので、一緒に頑張ろう。ラストは低姿勢の状態でバウンドをしていきます。バウンドをする際にも腕の筋肉を使うようなイメージで行っていきましょう。今回のトレーニングを継続していけば必ず理想な体が手に入りますので、一緒に頑張りましょう。3、2、1、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今回は腕の2頭と3頭どちらも鍛えられる時短メニューでした。ぜひ夏に向けて継続して頑張りましょう。今回の動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。パワーフライウォー。筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけで、その人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。ほんとだ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。
みんな一緒に頑張ろう。